さあそれでは続きをやっていきましょう。では合体ですね。ついに合体する時が来ました。後ろと前をはめれば OK なのかな。どっちからはめるとかあるのかな。ちょっと説明書しまってしまった。ああ別に関係ないか。後ろから先にはめてください。なるほど。後ろから先に出そうです。後ろから入った。で前をはめます。あ、はまらない。ほっつって厳しい。前か後ろからはめてくださいって書いてあるけど、これ怖いんだよね、ほんとね。えい、はいって後ろは問題ない。前がちょっともうちょい、もうちょいなんだよ。無理するとバキっていっちゃう。もうちょいなんだよ。切ったるかこれ。少しでも引っかかっていればいいから。見えない。ここまでは問題ない。こっから奥、よし入った。タイヤが外れた。まあタイヤは別にボンドでくっつけれるからいいって、接着剤でくっつけれるから問題はないけど。こんな感じかな。タイヤが踊る。一応合体は無事できたけど、タイヤが取れたと。タイヤぐらいの損傷で済むんだったら全然問題ねえわ。もっとひどい損傷あるからね。ちょっとタイヤの損傷がどのレベルか怖いんで、このままちょっとこう向きでしておくか。せっかくこの向きにしてるので、ここね扉をつけましょう。助手席になるから、これは運転席のやつ、これだな。これもね、結局ドアノブね、剥離しました。カッターナイフでこうカンナ掛けしてね。これを流し込みでくっつけるよと。そう、流し込みでくっつけたカッターから剥離したんだよね。位置を決めて、こんな感じね。位置をしっかり決めて、流し込みを下の方からつけよう。よし、よし、 OK。 OKOKOK。でもちろん後ろもね、
映ってる？映ってるね。流し込みで。よいしょ。こいつもくっついたかな。あ、くっついたくっついた。よしよし、いいね。こんな感じでございます。で、反対側ね。運転席側はこの鍵穴がある方だからね。鍵穴がある方を。映ってる？映ってるね。映ってるけど、もうちょっと位置があるでしょって感じだよね。この辺がいいね。で、流し込む。こっちは向き違うんだ。こっちはこっちなんだ。危ねえとこだったぜ。こっちはこうなんだって。さっきはね、あの向きがあれだったんだけど、逆なんだな。知らなかった。で、流し込みで。ちょっとつけすぎ。よいしょ。オッケー、できた。すいませんすいません。はい、できましたよ。本当だとここにね、こうついたりするんだけど、今回はね、つけないんでね。で、今度は台につけていきましょう。台座。どこに穴開けようかな。すげえ悩む。まあ適当にこの辺ドンでいいやね。あんまり気にしないかな。制作時どうやってやったっけ。もう内装作ってだいぶ時間が経つからな、忘れちゃって。あ、問題ないか。よし、適当にやろう。ということで、だいたい真ん中に穴を開けますよと。ちなみにこの台座ね、初めて見ると思うんですけど、これダイソーじゃない、セリアで買ったやつですね。セリアで100円で売ってます。もうちょっとね、すごい大きいんだ。 A4 ぐらいだったかな。で、100円。ギリギリね、A4 だとね、2枚取れないんだ、1枚しか。ピンバイス。なんだ。よいしょと、いい。まあ大体真ん中ぐらいに。この辺の真ん中か。狙ってやればいいかな。この辺だな。ちなみに鍋さんはこれ3杯で開けてます。この穴自体は3杯で開けておいて、ちなみにこのドリルも100均ね。で、下のビスの方は 2.5 で開ける感じかな。ビス止めになる方ね。こっちは貫通穴だから、車両の方に開ける穴は
2.5 倍ぐらいでちゃんとねその M3 が引っかかるようにしてる感じかね。でこう置いてしっかり狙いを定めて、この辺が真ん中かなっていうところでね、こっちから見てこっちから見て置きたいところにこう見てという感じで見て、まあ今回ねタイヤが止まってるんでこうやって固定されてて非常にやりやすいですわ。でここでこうゴリゴリゴリっとこう、よいよいしょよいしょ、ちょっとこう傷をつけてあげるんだよね。で傷をつけてあげると、あここだなっていうのが分かるから、ここに穴を開けてあげる。開くかな、開きそう、開いた、あ開いてるっぽいな、もうこれ多分下のシャーシに行っちゃってるな。危ない危ない、この辺でやめておこう。よしっていう感じだね。ちょっとうるさくなります。でここあんまりグイグイ引っ張っちゃうとこの車庫端のタイヤが外れちゃったりするから、車庫端まあキャリあれだね、キャンバーね無理やり効かせてるんで、そんな時のためにこういうねワッシャーで、これは M4 でガタガタにしてある感じかな。車高の高さをちょっとチェックしないといけないな。結構高い時はもうナットを入れた方がいいからね。よう昔は車いじりやってたからナットはいっぱいあるんだよね。いやもうだいぶなくなったな。もう一個ぐらいあるといいんだけどな。ないな。あったあった、こっちにあった、ステンレスのナットが。で長さは長いやつにするか、いや12で十分かな、届くかな、12で12じゃ届くか。16で一回やってみよう。こんな感じでね、もうちょっと画面大きく撮りたいな。あこんなもんか。あのなんせ部屋着がダサいんで映したくないっていうね。こんな感じ。ああちょうどいいぐらいだ。よしこれでいこう。まあいいけどやっぱりすごく浮いちゃってるので、ワッシャーで微調整。
もうちょっとワッシャーを下ろしたいか。ちょっと盛りすぎたかな。ワッシャーなしでもいいような感じだな。こんな感じでほらね、こんな感じで止まってる感じ、こんな感じで止まってる感じなんだそれ。よし、だからね、結構ナットとワッシャーだから3パイを通す場合はこういう M4 用のねガタガタのやつを用意しておくといいですよ。だからナットも欲しいなと思ったらホームセンターとかでね M4 用とかさ、これ3を通すからねガタがあるように、ナットもだから M4 用のやつ、 M4 用のやつを使うといいと思います。よし、これでね、ほら OK ってな感じですわ。で、ここから今時間どうでしょう。時間まだあるので、本当はパトランプ糸とかつけていきたいんだけど、まだやることがあるので、今日完成しそうだな。だけどまだワックス塗ったりどうのこうの、でも乾燥とか完成レビューをしないと。なんで今完成レビューという言葉が出てこなかったんです。とここにこうはめ込んで、なんかちょっとあれかな、きついな。入った、全然問題なかった。ボディにつかないように流し込む。よし、OK。 ああ、取れちゃった。最悪。ミラーをつけ直す。いや、3番になってきたね。どんどんいい感じだよ。で、ここを貼る前にちょっとワックスをつけておきたいんだよね。どのみち流し込み剤で変にデコプリンセスとかでつけたりしようとするとあんまりワックスってよろしくないんだけど、そうでなければ別にワックスで流し込みであればあれで大丈夫なんだよね。ワックス塗っちゃってもそんなそう弾かないんで、天井だけもう先にワックスつけておきましょう。ああ、いいね、深みが増すね。綺麗だ、美しい。
で、拭き取ってね。うわ、ツヤが良い。やっぱりね、一生懸命こう研ぎ出しをねしてきたからね、後々良くなってくるんだよね。ああそう、まだねデカールをねエンブレムのところとか貼らないといけないんでね、先にバランスを見るためにウイングをつけておきましょう。この辺の位置がいいかな。この辺がいいな。傾きとかがすごく気になる。大丈夫だよね。動くうちに動かしておかないと。すごく OK。 よし、でパトランプ、これをどこにつけようかな。前の方にしようか、後ろの方にしようか、悩むわ。この辺実写ってどうなんだ。実写って確か結構前の辺だった気がするんだよな。あー、これ箱に載ってるやつだと分かんねえな。まああと見たくれでいいか。思い切りもうこの辺の近くにしちゃうっていうのも手だし、いやだけどやっぱちょっと近すぎて変っていうのもあるし、であんまり前すぎても変だしね。おでこに V の字だね。ガンダムみたいになっちゃう。それもそれでありか、こんなめっちゃ近くでこの斜めっていうのもね、悪くない。ダセやめとこ。まあだいたい真ん中にしとくか、無難かな。あまりここ開けすぎるとスカーンとしてなんか嫌なんだよな。まあ、この辺か。この辺だな。うん。この辺で行こう。いや、悩むな。いや、いいでしょ。この辺でいいでしょ。傾きが気になる。よし、できました。あとデカール貼ってとね終わりなんだけど、いやーいいね。でもまあまだちょっともうちょっとかかるか。まだ他にやることあるわ。はい、じゃあ今時間どうだ。あー、ちょうどいい時間だね。まあまだあとここからデカール貼って次回完成レビューっていうところですかね。よし、一応なんとか形になって、ちょっと今日皆さんにお見せするのはここまでにして、ぐるぐる見せるのはね、次回のお楽しみにっていうところにしておきましょう。ということで、なんとかここまでできました。なんかほんと最後まで悩んだな、この位置な。まあいいやね、この辺にしておこう。よし。ということで、今日はこの辺にさせてもらって、次回完成という感じにしましょう。ではまた。